ジャスティン・スコット・グリムは、アメリカ合衆国テネシー州サリバン軍、ブリストル出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。相性はリーパー。2007年の MLB ドラフト13巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが入団せず、ジョージア大学に進学した。2010年の MLB ドラフト5巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。 2012年6月16日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビューを果たし、6回を無視9、7奪三振、3失点で初勝利を記録した。この年は5試合に投げ、うち2試合で先発登板した。成績は1勝1敗、防御率9.00、ホイップ1.79だった。マイナーでは A 級フリスコラフライダーズと、 トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスの2球団に所属し、計28試合中22試合で先発登板。11勝6敗、防御率2.81、ホイップ1.14という好成績でメジャーへの足がかりを作っていた。2013年は先発陣の一角として17試合に投げたが、防御率6.37、ホイップ1.65、8 9レイニングで15。 悲弾と打ち込まれた。ただ、カチューンには恵まれて7勝を挙げていた。2013年7月22日に、マットガーザとのトレードで、マイクオルト、カール・エドワーズ・ジュニア、後日発表選手と共にシカゴ・カブスへ移籍した。カブスでは、リリーフ専業となり、10試合で防御率2.00と高騰したが2敗を喫した。同年の通算成績は、 27試合の登板で7勝9敗、防御率5.97、フィップ4.59という成績だった。2014年3月3日にカブスと1年契約に合意した。この年はカブスリリーフ陣の中心的存在となり、ナショナルリーグ9位体となる73試合に登板。5勝2敗、防御率3.78、ホイップ1.25。 フィップ3.20という好成績を叩き出し、大ブレイクした。2015年は、前年の当番方の影響で前腕部の炎症を発症し、開幕後、約1ヶ月の間故障者リスト入りした。しかし、これが休養となって復帰後は高騰し、最終的には62試合の当番で3勝5敗、3セーブ、防御率1.99。 脱参審率12.1という好成績を残した。防御率は50試合以上に投げたカブスのリリーフ陣ではクローザーのヘクターロンドンに次ぐチーム2位。脱参審率は役割関係なくチームトップの数値だった。2016年は3年連続60試合以上となる68試合にリリーフ登板し2勝1敗。防御率4.10。 ホイップ1.33、脱三振率11.1を記録。三振ダッシュの面では2年連続10.0超の優秀な数値だったが、防御率やホイップは悪化するなど、やや低調だった。2017年は、当番が50試合に大きく減少し、1勝2敗1、セーブ、防御率5.53、ホイップ1.34と前年以上に成績を落とした。 2018年3月15日に自由契約となった。2018年3月18日にカンザスシティロイヤルズと1年125万ドル、出来高最大30万ドルで契約を結んだ。シーズンでは16試合に登板して防御率13.50と振るわず、7月7日に自由契約となった。2018年7月19日にシアトルマリナーズと マイナー契約を結び、参加のトリプル a 級タコマレーニアーズへ配属された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。2019年1月3日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月22日に FA となった。 その後、3月25日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。シーズン開幕後は、参加の AAA 級オクラホマ式ドジャースでプレーした。2020年7月21日にトレードでシンシナキレッツへ移籍した。移籍後は、参加の AA、A、級ルイビルバッツでプレーした。オフの11月4日に FA となった。2019年12月4日に、 ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月21日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。8月28日にディーフとなり、9月1日に自由契約となった。ありがとうございます。